Arken, ahora, 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 ahora. Yoshi, ahora, ahora.ズンズンちゃん、これがフォートナイト OG 勢のやり方です。マジでイグかったからな、この時期のフォートナイトのゴースティング。森なしで50人来た。わけわかんない女では悪くない。あ、アリケンだって裏で今だから言えるいきますか。懐かしき愛知インパクトもう一回してくれ懐かし愛知インパクトとか言う最初で最後の日本であるオフイベのあれが最後だったからな。愛知インパクトとかもだいぶ盛り上がったけどね。ね。結構しかも規模でかかったよな。めっちゃでかかった。4000人。規模でかかった。え、もっとじゃない？全然いたよ。7000人か。でも運営の放置具合ひどすぎてゴミ運営やったよな。今から言えるけど。マジで制作がゴミすぎて。で、俺とアリケンな、もうステージ中なのに放置されすぎてトイレ行こうぜとか言って、な、勝手にトイレ行ってたよな。そう、抜け出しても何も言われなかったし、全然大丈夫だった。何これ、なんかこいつダンベルでダンベルでこいつストイックすぎるいや、ボディービルダーおったって。あ、ピンクマ俺の目の前。いや、ダッシュがないからここにいる。速度の差が、あ、了解。引っ張ってる。あ、いいナイス。オッケー、やったやったやった。ん、上いる上。近いな。どこや。建築勝負しようとしてるっす、こいつ。やばい、資材ない、ボトカさん。俺終わった。オッケー。じゃあちょっとピンクマを2人で煽りに行って、うわ、煽られてるみたいな感じしよう、これで、下ろそう。やべえ、格殺入れられるみたいな。やべやべ、ボトカさん、開けて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 。やばいやばい、やばい、俺担いだ、ボタン、ボトカさん。よしよし、大丈夫、大丈夫。よしよし、オッケーオッケー、煽る煽る煽る。あれけん、煽れ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 。よし、煽れ煽れ。ズンズンズンチャン、ズンズンチャン、ズンズンチャン。お前のこと見てるからな。はい、はい、うわ、夏い、これめっちゃえぐいえぐいえぐい。やばい、自分たちのじゃない。はい、はい、これがフォートナイト OG 勢のやり方です今ゴースティングバンだよって言われてるけど、うん、昔バンじゃなかったんだっていう衝撃が。いや、そうなんやな。え、昔のエピックの姿勢とかもうされる方が悪いみたいな感じだったからな、配信してるマジで。マジでイグかったからな、この時期のフォートナイトのゴースティング。マジで森なしで50人来てた。持ったな、それは。いいや、来てたね。だって俺配信してやると残り人数20人とかになってたっすもん、俺が死んだ後。マジで。いや、持ったかも。まあ、でも俺もなってたかな。結構減ってはいた。配信外と配信内全然違うみたいな。配信外めっちゃ勝てるみたいな感じだった。立ったところで感はあったけどさ特に何もないのに貪欲に勝利を目指してたよなひたすらにね。いや、てかもう日常だったやるのが。ゴースティング？違う、フォートナイト。びっくりした。そんな急に陰でゴースティングしてんのかと思う。そんな5年目の告白みたいな感じで言わないっすよ俺そんな。え、でも割とできるくないっすか、思ってる以上に。思ったよりな。俺割と建築できて楽しい。なんか帰ってきたんで何やってもうまいって言われるの気持ちいい確かに、うん、分かる。あれ意外とうまい。視聴者層変わりすぎてさ、フォートナイトあんまやってなかったやつの視聴者増えたすぎたせいでさ、意外といけるやんみたいな女できるの。いや、それのせいでめっちゃ生きっちゃう、建築とか。ヒロアカもコラボしたんだ。お前ナルトやないか、それさし、それ全然懐かしくないいいじゃないですか、かっこいいじゃないですか、アニメコラボ。いや、これでしょ。でそれなんすか、そのスキン。このスキン、ダズル、俺がずっと配信中に使ってたスキン。え、これ使ってたんだ、ボドカさん。俺、あれのイメージある、ボドカさん。ストレンジャージンクスの。あー、デモゴルゴンね。そう、デモゴルゴン。めっちゃデモゴルゴン。デモゴルも使ってたわ。あれのイメージしかない、俺。なあ、どこ行きますか。じゃあラッキーランディング。ここおいねえ。いや、全部懐かしい、全部おもろい、全部懐かしい。みんなまだ声変わりしなかった。そうはねんな全員声変わりしたで全員高校卒業したで、ちらほら二十歳になり始めた。うん、でちらほら大学行き始めてるし。やばい、ボトカさん、俺のグライダーでかすぎて何も見えん、街が。
お前それあれやん、ミレニアムファルコンやん。マジでかすぎ。え、ちょっと待って、結構いるな、結構いるな。固まろう固まろう。右ここの右右右ね、右ね、右奥、右奥、右弱、お前弱弱弱弱、そこ右弱、お前ここ弱すぎるって。ちょっと入れない、マジかよ。フォートナイトの動画限定にして頂点配信切り抜きであげたんすよ、 YouTube に。うん、そしたらやっぱ今まで見てなかった子たちがコメントしに来るんすよ。うん、そしたらやっぱりアリケン、フォートナイトの方が再生されてて草、最近はわけわかんない女とゲームしてたもんなっつって、クルルとカルビのことをわけわかんない女って言ってました。あいつら、まあでも正解っちゃ正解やな。わけわかんない女では悪くない。やっぱその見てるものが違うとやっぱりわからないんだなって思った、そこで。確かに。でもフォートナイトめっちゃ再生されるっす、やっぱえぐい。どう、復帰する気になった？いや、なってないっす。なってないんや。いや、やっぱたまにやんのがね、いいんすよ。そうね、そう、やっぱたまに義務になってから俺このゲームなんかマジで やりたくないってなったっすもん、途中から。だって死んでたもん、アリケン。だって裏で俺がさ、もうフォートナイト癒すって。俺さ、俺もうフォートナイト癒すとか言ってたもん。今だから言える。今だから言える。もう俺フォートナイト無理っす。え、でもマジで、マジやめてっす。マジでもうなんか本当にうつ気味になってた、フォートナイトね。そう、大会観戦とかがあまりにも義務になりすぎて何も楽しくなかった、最後の辺。最初は楽しかったんですけどね、そう、シアルカップがなくなったぐらいから嫌になってきたっすね、俺は。あ、その FNCS とかの観戦が。はいはい。いや、でもさ、やっぱその選手たちのさ、入れ替えがあるやん、やっぱ。やっぱり、いずれさ、やっぱ弱くなるやん。だから、なんかそれで、応援できる、してた人たちがさ、仲いい。ああ、確かに、それも。いなくなってきたやん。で、しかもあいつらなんかやなくなったからさ、なんかそれで見る気もむせたよな。そう。でもやってって言われて、やったらやったで、本当に、もう俺、FNCS やってる時、超眠たくなったっすもん、なんか、拒絶を起こして、体が。で、初めて、やらないって決めてやらなかった週があるんですよ。ハッピーだった体が。ハッピーで埋め尽くされた。ハッピーで埋め尽くされた、マジで。やんなくていいんだっていう義務ですね。 それはだからやっぱね、義務は悪。耐えられなかった、義務に。体が俺の140キロには耐えられるのに、義務には耐えられなかったか。耐えられなかった。義務って相当重いもんなんやな。だるまが辞めた原因、だるまの時はあいつは大会前日にフォートナイトのマップに隕石が降ってきて、だるまのランドマークがなくなった、街ごと。だるまそれまでスクリームの練習したのに、隕石落ちて自分のランドマークなくなって辞めてた。練習が無意味になったんだよね。そう、無意味になった。まあ、物資落ちてるけどな。そう、物資落ちてんだけど、マジでなんかもうパスみたいな。そう、めっちゃ惜しかったんだよ、確か。だるまさんが降りてたところでも、マジでクレーターできて終わった。クレーターのとこにハンドガンがペッて落ちてるだけみたいな。マジか、あれかわいそうやわ。